三度を愛して四度目の逢瀬は恋になります。死なねばなりません。それでもお会いしたいと思うのです。ああ冷たい、骨も冷えます。切られるようです。魂を頂戴すると思ってよろしいんですね。松崎さん、夢というのはなぜ覚めるのでしょう。一生覚めなければ夢は夢でなくなるのに。信じてもいいんですね。夢の手紙を信じても。バカだね。あいつは君に本気だったんだよ。魂が揺れてるんです。体の奥の方で揺れて騒いでるんです。